どうも皆さんこんにちは。前田。はい、というわけで皆さん、今日はまたまた先生にいたずらを仕掛けまくって地獄に突き落とすゲームをやっていきたいと思います。そして本日の先生はプロフェッサーバムフラフという子。皆さんね、見てください。こちらの先生はですね、頭にシミがついてます。素晴らしい頭をしているというわけでですね、で、まあ、前回先生にこちらのうんこちゃんをプレゼントして仕事を辞めさせたというわけで、新しく帰ってきた担任の先生がちょっとね、良くないと噂を聞きまして、ちょっと見てていきよ。これね、物を投げれるんですけど、おー、電球投げたの見ました？でもやっぱここの先生たちはね、もう鍛えられてるから、見て、うんこ見た今の。喜んでんのよ。俺みたいな生徒がいてももうね、微動だにしないと。でもね、ちょっと見てて、電球をね、この頭のシミの部分に当てまくるんですよ、この先生に。やばいと。もうクレイジー生徒だと俺は。でもやるんですよ、皆さん。俺がやらなきゃ、誰がやるんだと。で、電球を投げまくると、ちょっと、なんだこれ、なんだ今のという感じでね、先生にもうぶっ飛んだいたずらを仕掛けまくれるんですよ。見ました？今の。なんだ今の。なんかもう4次元、5次元、5次元に行ってたよ、もう。うん、すごいね。で、ちょっと、うんこ、見て。うんこ好きなんですよ、皆さんね。見てください。もう喜んでると、電球投げられてうんちくんが。で、果たして今日先生どうなってしまうのかと、皆さんね、いたずらを仕掛けまくると。うんこ当てまくったら、おスパイダーボーイが来ましたよ、皆さん。お、なんだ。やばい。親玉来た。親玉連れてかれましたね、スパイダーボーイに。すごいね。これすごいよね。いろんなことが起こるんですよ。ゾウさん、これ、もうパンパンに詰まったゾウさんね、これ。これ先生のペットっぽいんだけど、見てください、これ。前回ね、この電球を投げるのが上手すぎて、結構コメントで感動鳴らしちゃったんですけど、今ね、お金もまあまあ溜まってるから、でも、うんちはあんま買いたくないね。このペット、変えるのありかもしれない。ペットか。うわ、これやばい、これやばい。ちょっと待って、ちょっと皆さん、手裏剣。もう先生殺しに行ってると、俺。ちょっと手裏剣欲しいけど、まあちょっと、でもその前にペットとかアイテムがちょっとあんまね、進化できてないから、うんこはちょっと取っといて、このペット皆さん、このキツネちゃんにねして、おー、かわいいね、皆さんね、かわいいと。見てください、これ。ふざけんじゃ。お、なんか来た、ニワトリ軍団が来た。なんだそれ、なんだそれ、一番世界一しょぼいいたずら今の。でも見てくださいよ、先生ね。もうひたすらチョークでなんか書いてるんですけど、もう意味わかんないと。帰れ帰れと。ね。そんな意味わかんない授業するなと。まだ俺ら小学2年生だぞと。なんだこれと。こんな、文字見たことないわと。帰れ。ほらほら、うん、うん。なんか来た。はい、というわけで先生爆発ドッキリ大成功です。皆さんね、素晴らしいね、今のはすごい再生数取れるね。これ全然止まんないな、これ見て。このゲージがね、マックスに行くと何か事件が起こるんですよ、大事件が。でも見て、まあ、ちょっとしか溜まってないと。でもやる、なんかすごいんだけど、今回なんかすごいよ。今回のいたずらの規模半端ない。もう宇宙人みたいのがいるし、怒ってるし、なんか。宇宙人普通に倒したんだけど、この先生ちょっと一筋縄でいかないと、皆さんね。名前なんだっけ、まず。シミ先生。あ、でも意外とポイント貯まるな。飲み始めたぞ。これあるあるなんですよ。この先生、ナメクジになったぞ。エスカルゴだ、エスカルゴ。エスカルゴうまいからね。サイゼリアのはね、エスカルゴ皆さん食べたことありますか？サイゼに売ってる。めっちゃうまいから、皆さん次サイゼ行った時はエスカルゴ食べてください。めっちゃ美味しいから、本当に。ここの学校にいる先生って絶対ここにね、ある謎の液体を飲むんですよ。ワンチャンド M 説が出てきてます、マジで。飲まないもん、普通こんな科学の瓶に入った謎の緑の液体。飲みますか？まあ、ワンチャン俺だったら飲むかもしれないけど、普通の人は飲まないと。これはうんこ。困ったらうんこ。なんか喋ることがなくなったら、とりあえずうんこに電球とかを投げましょう、皆さんね。うんこのために、高評価チャンネル登録をしてってね。すごい、これ何これ、もう規模がえぐいんだけど。しかもこの二人は誰、今更だけど。学校の教員か、別の。ちょっと声ダサいな。ちょっと声ダサいな。今思ったけどね。一人だけちょっと声ダサいな。暗い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 。
おお、なんか来たよ、なんか来たよ。それ引いちゃうの、それ引っ張っちゃうの、それ引っ張っちゃうの。あ、引っ張、あ、引っ張っちゃった。え？というわけで全部壊したけど一瞬で直すドッキリ。今日調子いいです、皆さん。今日今んとこ一回も失敗してないと。いたずら。というわけでそろそろアップグレードしちゃいますか。もう皆さん、うんこちゃん世代交代の時かもしれない。この時計にして大きなノッポの古時計ですよ、皆さん。見てこれ、可愛らしいね。これぶん投げるんですよ、電源をね、皆さん。お、すごい音鳴ってる。お、大きなノッポの古時計と言わんばかりのね、音程を刻みながらリズミカルにね、ぶち壊していくと。そしてこれもういいよ、もう何回5次元に行くねん、こいつは。もうちょっと楽しんでる説あるね、ここまで来たら。許せないね、皆さんね。ちょっといたずらのレベルをアップしていかないとダメだね。これさ、あれかな、ワンチャンさ、毎回先生が変わるたびに、あ、ぶっ潰された先生。でも先生復活します、皆さんね。この先生たちすごいんですよ、耐久性能が半端ないと。でこの先生さ、毎回さ変わるたびに、まあ、新しい担任になるたびにワンチャン難しくなってくるのかもしれない。怒らせるのが、ブチギレさせるのが難しくなってる気もしなくはないよね、皆さんね。アイテム増やしてもいい、もう潜れだお前。あっ、お、また飲んだよ謎の液体。お、なんかドット絵になった、かわいい。先生かわいくない？なんかいつも帰るのよ先生。なんかね、自分の体に異変が起きた時、先生たちいつもねドアから出てくんだけど、どこ行ってんだと。それ職員室戻ってんのか、生徒にこんなことされましたって。ワンチャンあるな、退学になる可能性ある。皆さん退学になる前にやるしかないと。皆さん武器ですよ。おお、まあこれやばくない？これもう事件だよ、もうこれもう学校で事件が起きてると。皆さん、まあ電球も相当やばいけど、手裏剣、忍者ですよ皆さん。我々忍者、本物の。これワンチャン突き刺さるよこれ。手裏剣ゴー。先生たち防御力高すぎ。くれー、おーお前、皆さんやばいとこれ。くれー、先生のペットのいるか。俺はこんな先生に負けんぞと。お、なんかペンギン来た。うわ、やばいやばい、皆さん今までの先生踊ってたんだけど、あのディスコボール来たら、こいつ踊んないと。このシミやろ、なんでちょうど2個だけあんねん、そんな綺麗にシミが。七不思議です皆さん、この学校の七不思議。なんでこんなに綺麗に2個だけシミあるのか、この先生は追求していきたいと思います。手裏剣投げて。お前手裏剣強すぎん？手裏剣がちょっと、お、なんか来た、なんか透明人間来た。え、また飲むんかい、お前どんだけ飲みたいのみんなこれ。え、え、何それ、飲んでって帰ってったんだけど。相当喉乾いてたんだろうね、もう今の人はね。皆さん見てください、先生に手裏剣投げまくって半分ぐらいね行きました、怒りゲージで。しかももう星13万溜まってるんだけど、めちゃくちゃ溜まってるんだけど、もうずっと投げてたからね。もうひたすら先生に手裏剣投げて、先生がスパイダーマンになる姿を見続けてきたからね俺は。でも待って、先生今更だけど、シミ3つある、今更気づいた。隠れシミ、隠れミッキーならぬ隠れシミ、2個だけじゃなかったの。皆さん大発見、世紀の大発見を見つけれたというわけで、ちょっともうね、先生じゃなくてね、キツネがかわいそうなんですよ。やっぱ手裏剣いっぱい投げられててね、先生はいいんだけど。というわけでペット皆さん買えますか、このアヒル、なんだこれ、クジャク、アヒル、グレー。え、ちょっと待って、皆さんこれちょっと見ててほしい、これ見せてほしい。これ闇あるって、これ何、これ何今の、これ何なのこれ、なんであんな破壊されてんの、生徒がやったってこと。ちょっと怖いね、アップグレードしよう。もう大きなフルノッポ時計飽きたので、ちょっとでもしょぼいな、次の、ちょっと次のしょぼいけど。ライト結構、電球パリピってるね。一回手裏剣投げただけで166も、あー、なんか来た、え、え、やばい、今までの先生が集結してる。やっぱそうなんだよ、これ毎回先生撃破するたびに前の先生たちがなんか手を組んで戻ってくるんですよ。これ先生合計何人いるのか分かんないけど、最後みんなでのしかかってくるって。ヒップドロップして俺のこと。何語だ今の、誰とも会話できないよ今の。じゃあお前、皆さん見てください、もうちょっとよ、かなり追い詰めてきたと先生。ここで追い打ちですよ、最後の武器を進化させます皆さん。スイカに、丸々スイカ丸ごと1個ぶん投げていくと先生に。これ、
おー、これこそ皆さん人間スイカ割り巷で言う。うわやばい、見て、おーお前、皆さんこれ先生すごいなと思う。ここまで来たら、ここまで来て先生何もしないからね。また来たし、不審者、不審者学校に来るのもう4回目ぐらいだよこれ。アクエリアスみたいに飲むな。そしたら皆さん、もうこれ以上スイカないと、もうスイカそろそろ切れると。こんなスイカ投げてたら、待って、スイカ投げんのうまくない俺。来た？怒ってる。やめる3人目、皆さん出てった。3人目の先生やめさせました。学校制覇するのが目標だから。新しい先生アンロック誰、ちょっと次誰、次ちょっと誰、楽しみだよ。おっと、マダンプディングまた怒ってる。皆さんね、ちょっとごっつ、はい、ごめんなさい、まず、あっ